地雷原だわ。シフティ、スキャンをお願い。はい。スキャン完了。マーキングします。急ごう。はい。早くアークへ。私の足、どうしちゃったんでしょう。動きません。地雷よ、心配しないでいいわ。直撃してはないから。衝撃波でフレームが固まっただけよ。もう少ししたら動けるようになるわ。シフティ、どういうこと。すみません、地雷が小さすぎてスキャンが。大丈夫です。もう動けますから。ありがとうございます、師匠。指揮官、爆発音を聞いてラプチャーが集まっています。ラジャ。敵機、目視による確認。状況終了。お疲れ様でした。引き続き進んでください。進み続けると機関ルートに入れます。距離は？おそらく10分ほどかかると思います。ラジャ。光線に突入します。私の力で正義を証明してみせよう。心ゆくまで楽しむがよい。リロードシークエンス実施。見たか、これがまさに正義の力だ。
目視による確認。戦闘開始。切ればいいのかい？私のそばにぴったりくっついておるのじゃ。命拾いしたな。数秒ばかりだな。あおって皆の衆、心ゆくまで楽しむがよい。皆の衆、少しだけ耐えてくれ。疲労だ。を切ればいいのかい？戦闘開始。
これがまさに正義の力だ。光線に突入します。前方ロード級のラプチャー。シフティ。はい。ちょっと何してたの？はい。ロード級を肉眼で確認するまで何してたかって聞いてるの。私たちを殺す気？すみません。アニス、シフティは今エクシアのことで死んだのは仕方ないし、私たちは、もうオペレーター。はい。あなたは誰？はい。私は中央政府の情報部所属。もう一度聞くわ。あなたは誰？あなたは誰？ラピは記憶消去されたのに、相変わらず勘がいいんですね。じゃじゃーん！シフティはミシリスの CEO、主演でした。本当に勘がいいのね。どうしてわかったの？中央政府情報部のカリキュラムは最高なはずなのに、教育を受けているようには見えなかった。行動があまりにもバカすぎたから。ああ、オペレーターって難しいわ。浄化シーケンスまではなんとかできたけど、他は到底無理よ、無理。プロトコール分体のエクシアが気づかないほどだし、よほど徹底的に準備したようね。そう、お前が折ったあばら骨の治療のせいで1ヶ月も病院のお世話になったのよ。その間どうやったらお前たちに復讐できるのかすごく考えたんだから。それでディープフェイクを使うことにしたのよ。1ヶ月も準備した甲斐があったわ。みんなまんまと騙されちゃって。どうだった？本物みたいだったでしょ？すごい演技だったでしょね。シフティはどこ？定期の合宿訓練。そこで1ヶ月前から教育を受けてるわ。ああ、じゃあ最初からシフティのふりをしてたの？そうだろう。あなたがエクシアを売ったの？そうよ。中央政府をハッキングだなんて度が過ぎるでしょ。そろそろ気づかれそうだったから、ついでに片付けちゃったわ。ところで、お前たち、途中通信が一回切れた後、プロトコールの鉄くずと合流してたけど、何の話をしてたの？ねえ。秘密の話に決まってるでしょ。まあ、どっちにしろ興味ないけどね。とにかく自分のいたずらの邪魔になりそうだったから、エクシアを始末したってことね。誤解があるようだから言っておくけど、中央政府のハッキングは歴史とした犯罪よ。私はアークの市民として義務を果たしただけ。中央政府の詐称も犯罪よ。こっちは大丈夫。あいつらが私に手出しできると思う？お前らも同じよ。できるかどうかまだわからないわよね。おー、怖い。怖すぎるから援軍を呼ばないと。コーリングシグナルよ。ラプチャーを呼ぶ魔法の信号。本当に覚えてなさいよ。まあ、鉄くずが人間を脅迫。
き抜き理論したら数秒ばかりだね。あうが終了、うん、おい、私こんなことなかなか言わないんだけど、お前私の下につく気はない。役員レベルの地位を上げるから。そう、私も言ってみただけ。じゃあ頑張って戻って、私はアンチェインドの調査があるから。バイバイ。あいつ、あの方がどうしてアンチェインドを。トーカティブの捕獲を命じたのと何か関係があると思う。今はアークに戻りましょう。こやつらを切ればいいのかい。私がいるからみんな心配ゴムよ。数秒ばかりだな。こっちね、軽くあしらってやるのじゃ。見たか、これがまさに正義の力だ。いざ行くか。戦闘シークエンス実施。Thank you.
状況終了。次の作戦区域に移動します。何のよ。なぜ許可もなく地上へ上がったのか説明してください。特殊別動隊について聞いてないの？聞きましたけど。私たちは自由に動けるのよ。つまりトライアングル分隊には私たちを尋問する権限がない。あなたたちが特殊別動隊であるように、私たちも中央政府直属の分隊です。あなたたちを尋問する権限があります。そんな公文書は受け取っていないけど、指揮官、何か連絡を受けましたか？だって私たちの指揮官様が従う意思がないように見えるけど、間違いないかしら？従う理由がないわ。ねえプリバティ、無視して連れて行きましょう。ここで撃ってもいいし、あのハッカーみたいに。名前はエクシアだったっけ？何その表情は。どうしたの？もしかしてあのハッカーと知り合い？こっそりビデオ通話でもした？この人が何を言っているのか分かる人？全然分かりません。とにかく尋問を行います。ご同行願えますか？私たち特殊別動隊に何かしたいなら、正式に発行された公文書を持ってきて、副司令官以上がサインしたものをね。プリバティ、行きましょう。食えないわね。ラピ、あなたはやっぱり私のライバルです。見えすいた手には乗らないってことですか？ライバル？そうよ、あなたと私は因縁のライバル。成績は、ラピは記憶を消去されました。成績は21対0。もちろん私が21勝です。はあ、あなたそれ違うでしょ。うるは、
黙っててください。記憶消去をされたあなたのためにこのカウントはなかったことにしてあげます。だからもっと頑張りなさい。弱いライバルなんて私のプライドが許しません。私のライバルにふさわしい人になりなさい。行きましょう皆さん。つい行こうアドミ。はい。無駄足だったわ。まったく。カウンターズ、一つ忠告しておきます。中央政府はあなたたちを見ていますから忘れないでください。こんなことするならどうして特殊別動隊に任命したのかしら。中央政府の全ての人が私たちのことをよく思ってるわけじゃないからよ。これからもよくあるのかしらこういうこと。多分。はあ、疲れる。行くわよ。まずはエクシアの状況確認から。
君、まさかプロトコール分隊と絡んでいるのか。プロトコール分隊のニケが中央政府のデータベースをハッキングしたと聞いたが。あ、そうだ、そんな名前だった。君たちも聞いたようだ。そうだ、中央政府のハッキングは重大な犯罪だからな。現場で射殺された。しかし射殺される前に脳を自分で燃やしたらしい。最悪の場合エンターヘブンと関係があるかもしれないからな。中央政府が心血を注いで前後の事情を調べているのだな。どうかしたのか。地上で何か手がかりを得たのか。まあこれが役に立つかどうかはわからないが、主演が急にアーク内の通信網に手を出したらしい。アンチェインドという単語自体を禁止してしまった。検索も入力もできない。何か知っているか。うん、そうか。ではもう帰りなさい。何か情報を得たら必ず共有してくれ。エクシア死んじゃったなんて。指揮官大丈夫ですか。行こう。ミシリスへ突撃して主演に会うの。行ってどうするつもり。なんでこんなことをするのか聞くに決まってるでしょ。アニス落ち着いて。私たちに主演を問い詰めることはできないわ。自分の正体がバレるのが嫌で私たちをもてあそべなくなるからエクシアを殺したんでしょ。エクシアが中央政府をハッキングしたのも事実よ。ことを大きくしても私たちにいいことはない。ムカつく。失礼するのです。ノベル？伝えたいことがあって来たのであります。おお、どうしてエクシアの伝言だと分かったのですか。やはりワトソンなのです。ん？重要な話ですので中へ入って話すのであります。私にメッセージを送ってきたのです。長い暗号文なのです。難易度は最高レベル、それこそ難攻不落のコード。しかし私立探偵ノベルは諦めなかったのであります。古い文献からあらゆるコードの解読本を参考にし探偵としての勘を信じたのであります。長い時間が経ち決して解けなさそうだったコードが少しずつ解読できたのであります。そしてついにそのコードの正体を突き止めたのです。コードは過去に悪名の高かったアクティブ X をベースに。いつ本題に入るのよ。やっぱりワトソンは違う。謎の回答を見つけるためのその知識への無限の好奇心。私は勘違いしていたのです。全ての人が知識欲を持っているものと。知識は欲するものに与えられるべきなのであります。私は改めてその事実に気づき、もう一度探偵として覚醒を。ふむ。いいのです、
じゃあエクシアからもらった情報を伝えるのであります。アンチェインドはニケの不滅を破壊する。ニケの脳にあるナノマシンを破壊し、不滅という縛りから解放する。以上であります。一体どういうことか全くわかりません。私たちの脳にナノマシンがあるってことなの？初耳です。ナノマシンとは何なのですか？ナノで作られたマシンです。おお、メモするのであります。エクシアが残した暗号は解けましたが、内容は全く理解できないのです。まさかこれは二重トリック？負けたのです。エクシアに聞いてみるのです。ノベル、エクシアは？はい、データセンターで一生懸命働いているのであります。先ほど病院から帰ってきて、たまった仕事を片付けているのです。何？なんだって？生きてるんですか？皆さんが何を言っているのかさっぱりわからないのでありますが、私はエクシアに会いに行きますが、一緒に行かれますか？指揮官。じゃあ案内するのです。扉が開かないのです。先ほどは確かに入ってこれたのです。でもこの短期間で出入り口が封鎖されました。まさかこれは密室？みんな動かないでください。犯人はこの中にいるのです。もう少し近くに寄らないと開かないみたいです。初心者さんとその一味、どうしたんですか？あなた、本当にエクシアなの？本物を定義するのが体と外見なら、私は本物のエクシアです。どうやって？なぜそんな幽霊でも見ているような顔を？ノベル、どういうことか説明できますか？エクシアが送った暗号を解明しましたが、内容が理解できなくて聞きに来たのです。暗号？私が暗号を送ったんですか、ノベルに？そうなのです。内容は何ですか？アンチェインドはニケの不滅を破壊する。ニケの脳にあるナノマシンを破壊し、不滅という縛りから解放する。アンチェインド、検索が禁止されていますね。私がいつ暗号を送ったんですか？6時間くらい前であります。ねえ、あなた大丈夫？エクシア？私は中央政府のデータベースをハッキングして射殺されたのですよね。長い話になると思うので。みんな分かってますね。サイコの開発がそう遠くないのです。
に。あなた、いつ。私もわからない。ほとんどの情報は都市伝説レベルなのであります。ただし事実に基づく情報が一つだけあります。大変だったのです。ロイヤルロードからアウターリムまで全部歩き回ったのです。特にアウターリムはエキゾチック分隊を除いてはニケに対してひどい反感を持っており、足を踏み入れた途端にパーフェクトシチューを浴びてノートがびしょ濡れになるところでしたが、屈指の探偵ノベルは屈しなかったのであります。本題に入ってください。おう。正確な日付は分かりませんが、ヘレティックと遭遇して生き残った分隊があるのです。勝利に近い結果だったそうです。会えば有意義な情報を得られるかもしれないのであります。その方たちって誰なんですか？アブソルート分隊とメティス分隊なのです。両分隊が最初で最後に連合した作戦なのです。エリシオンとミシリスの最強分隊。では直接聞いてみましょう。そんなに簡単な問題じゃないのよ。その分隊は各会社が厳しく管理してるんだから、会いたい時にいつでも会えるわけじゃないのよ。でも行けばなんとかなるんじゃないですか？なんたって私たちは特殊別動隊なんですから。指揮官、それに関して話したいことがあります。軍需品の製造工場に関する作戦の際、アークの協力があったらここまで事態が複雑になることはなかったのです。いくら特殊別動隊でもアークの協力がないと限界があるのは明らかです。その通りです。アンダーソン副司令官やエリシオンの CEO と協力することをお勧めします。アンチェインドというキーワードを入手した直後、彼らの手助けがあったら簡単に片付いたはずです。まあオペレーターの一人でもいたらずっとやりやすかったはずよ。何より情報の質も違うし。いつまでもエクシアに頼ってばっかりじゃダメですよね。ちなみに私たちはいつもすごく忙しいです。決定的に私たちにはあのクソガキを牽制する手がないのよ。主演ですか？どうして分かったの？アーク内でクソガキという称号が似合うクソガキは一人しかいませんから。後ろ盾と情報を共有するのが毒になるかもしれませんが、毒の方が多いと思います。幸いその二人は私たちに好意的です。やらない理由はありません。ありがとうございます。じゃあ今すぐ行く？はい。みんなお疲れ様。ゲームはほどほどにしてね。見送りはしません。また会うのであります。エクシア、ありがとう。はいはい、はい。つまり君の話をまとめると、私とイングリッドに君の後ろ盾になってほしいということか。企業としては
こちらに何の利益もないと思うが。私も同じだ。何の利益もない。では聞こう。お前は私たちに何を提供するつもりだ。情報か。残念ながら私たちの情報力はお前の想像をはるかに上回る。お前が今あんなに苦労して調べているアンチェイントとやらも、その気になればすぐに突き止められる。情報というのは認識することで拡張されるもの。ごく小さいピースでも認識した瞬間に拡張される。しかし口先だけの虚勢は数えきれないほど経験した。私とアンダーソンを魅了するような情報のピースを提供しなさい。今すぐに。そうすれば前向きに検討しよう。私には記憶消去は効きません。ちょ、あなた正気？ラピ！なんだと？もう一度言ってみろ。この前記憶消去されましたが、全てを覚えています。そんなバカな。原因について心当たりはあるのか？相手にする必要はない。嘘に決まっているだろう。私はそんな風に育てた覚えはない。もう一度聞く。原因について心当たりはあるのか？妊婦を殺す物質、アンチェインドに暴露したと思われます。いつどんな経緯で暴露したのかは分かりません。しかし私はその結果を持っています。ピースを持っているのだね。そうです。結果があれば原因はいくらでも突き止められます。その逆も同じです。教官に教えてもらいました。覚えているのだね。協力を約束してくださるなら私の体を提供します。必要でしたら私の脳を開けても構いません。これはいい。アブソルート分隊との面談を許可する。いや、共同作戦を許可しよう。ヘレティックとの交戦があったところへ行って自分の目で見て確認するように。ただ話を聞くよりもその方が確かだろう。エリア H は出入り禁止だ。お前なら許可できるだろう。わかった。許可しよう。では、直ちに出発するように。